はい、というわけで俺ですね。今日もね、レトロゲームやっていきたいなと思います。まあ、今日はスターソルジャーということでね。まあ、ただね、実況するだけじゃつまんないということでね、こちら。今日はこちらですね。ジョイスティック7ということでね、マーク2となっておりますね。まあ、これね、私ね、存在してたんですけど、初めて現物見たんですよね。で、まあ、ちょっとね、ハードオフさんで見かけたので、購入して、まあ、使うか使わないかとかね、まあ、もう未来だろうということでね、一期一会の出会いかと思って購入したわけなんですけども、まあ、実際ね、使ってみないともったいないということでね、使っていきたいなと思うんですけども、まあ、前回ね、ジョイボールでね、やったんですけど、まあ、ジョイボールはね、このシューティングだと、こう、なんだろう、斜め入んないんですよね。十字キーなんで、結局。で、こちらだったらね、まあ、8方向ということでね、これまあ、レバーになってますんでね、まあ、いい成、なんだろう、成績残せるんじゃないかな、と思いますけどね。まあ、ちょっとね、まあ、成績というよりかは、まあ、こう、ちょっと触りが、どんなもんが、かな、ということでやっていきたいなと思いますね。じゃあ、行きましょう。まあ、連射ね、使ってるんで、で、まあ、A、B ボタンですね。で、スタートセレクトって感じで、やっていきますかね。はい、じゃあ、行きましょう。あ。まあ、連射ね、結構いいんじゃないかなと。まあ、レバーも、まあ、いいんだけど、まあ、そんなに、なんかこんなに、あんま期待できなかったですね。ちょっとやったんですけどね、テストプレイで。まあ、もし、なんか、今後、そういう、芸能人の方とか、あ、ちょっと一風変わったね、レトロゲームで配信したいなっていう方は、こういうので遊んでみるのもいいんじゃないですかね。噛んであげるよみたいなね、感じで。こういうのもいいんじゃないですかね。結構ね、まあ、音がやっぱうるさいんでね、なんとも言い切れない部分はあるんですけどね。昔はこれで遊んでたんだなぁと思いますけどね。私はね、初めて触って、ちょっとね、困惑しておりますけれども。まあまあまあ、全然十字キーよりね、疲れない部分はあるんですけど、まあ、じゃあ慣れなのかな、これはもう、はっきり言って。まあ、レトロゲームもちょっと、まあ、ちょろちょろやってますけどね。なんだろうな、これ。違和感があるんですよ、やってて。ちょっと。なんで違和感かっていうのは、ちょっと後でご説明しますけども。まあ、とりあえずね、こんな感じで、まあ、スラスラスラやってますけど、結構ね、レバーの方をガチ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 動かしてると思うんですよね。まあ、そんな無駄に動かしてる感じなんですけどね。まあ、ちょっと、使ってって、こう、このレバーの感覚っていうのをね、今試してる感じなので、ガチャガチャわざとやってるんですけどね。あれ、いってない。OK、8万点ということでね、まあ、懐かしいでしょ。ってことですね。まあ多分、十字キーよりは、まあ、うん、まあただ十字キーをこれにしたって感じだけどね、スティックに行って。まあとりあえず一面クリアということでね。まあとりあえずこんな感じで、まあ、まあ良し悪しは、まあ個人の差ですかね。ちょっとね、斜めとか、まあ慣れだね、これは本当に。もうちょっとやってみましたかね。あーなんかちょっとおかしい。バキーとか言ってんだけど大丈夫？嘘だろって。なんかレバーバキーとか言ったらちょっとレアなんだけど、マジで。そう、下今板引いてるんだけど、下、なんかね、こういう、なんだろうな、こういうスティックって使わないでしょ？だから、まぁちょっとね、絨毯系のやつを下に敷いてるんですけど、滑っちゃってしょうがない。失敗した。危ねえ！なんか取り忘れてる？もしかして。まあでも、まあ、いいっちゃいいですけどね。気分転換にはいいんじゃないかなっていうぐらいの勢いですけど。まあ普段ね、ちょろちょろこのゲームやってますんでね。まあ、ちょっといい。まあまあ、進めますよ。それなりには。これか、オッケー。いいえ。あー、痛い。手が痛いんですよ、これ。なんでかっていうと、まあ、ちょっといろいろあるんでね。あとでご説明します。あー、熱い。あー、クリア。2面クリアということでね。まあ、こんなもんでいいでしょうね、とりあえずね。はい。でね、先ほどね、プレイしてて思ったのは、ここが痛くなったんですよね、手のここが。赤くなってると思うんですけど、手のひらあるんですけど、ここはね、痛いんですよ。
なんで痛いのってなるじゃないですか。これね、ここがね、当たるんですよね。レバーのね、下が。だもんで、ちょっと長時間ね、できないかなと思いますね。まあ、できないこともないけど、まあ、あとはちょっとレバーの操作の仕方とか、ちょっとまあ、変えてみるとかね、やってみなきゃいけないかなと思います。はい、というわけでね、今日はこの辺にしておきたいと思いますけども、まあ、こちら、ジョイスティック7マーク2ということでね、まあ、白いやつはね、たまに売ってんですよね。黒いやつがね、多分そんなないんじゃないかなとか思うんですよ。なんか中古屋さんとかね、いろんなとこで見かけたら、一目散に、こう、レジに持ってって、即購入した方がいいと思います。それでは、また、お会いしましょう。またね、バイバイ。